パリオリンピックは8日、男子サッカーの3位決定戦、モロッコ対エジプトを開催した。モロッコは FW ソフィアン・ラヒミが史上初の6試合連続ゴールを記録するなどし、6-0で勝利して銅メダルを獲得した。モロッコは前半23分に FW アブでエザルズリのゴールで先制すると、3分後にはラヒミが追加点。モロッコワールドニュース。 などによれば五輪史上初の6試合連続ゴールとなった。前半は2対0で終了した。後半はモロッコのゴールラッシュとなり、ラヒミノコの試合2点目の他 MF ビラルエルカンヌスと DF アクラムナカシュも得点し、5-0とする。締めくくりは DF アクラフハキミがロングレンジの FK を直接蹴り込み、6対0でパリ五輪を締めくくった。 ポロッコは史上初のメダル獲得。ラヒミは全試合でゴールを奪って今大会8得点となり、決勝の結果を待つ形になるが得点王の受賞が濃厚となった。2023から 24AFC チャンピオンズリーグでは決勝で横浜 F、マリノスから2得点を奪うなど、13ゴールで得点王に輝いたストライカーが大舞台で存在感を遺憾なく発揮した。